ただ高木選手っていうのは所属がないタイプの選手の部類に入るんですけども、そういう意味ではインスタートの方が彼女は何かこう好ましいというか、はい、有利に働くと思いますね。うん、はい、同走は辻巻33歳頑張っています。さあ圧倒的な風格を身にまとう高木美帆がスタートしました。辻選手初速が速いので、まあここで、まあ、惑わされないと思うんですけども、うまくこう利用できるというか、ついていけばすごく 200m の入りは速いと思いますね。うわ、17秒台にやっぱり速いですね。速いですね。アウトから行ってあのトップスピードですから、まあ、これは本当に第一のトップスピード初速ですよね。とにかく見ている方に楽しんでもらえるし、私も楽しみたいんだと話していた辻。さあこの高木乗っていきます。まあ、こっからがやっぱり高木選手ですよね。ただ昨日彼女は 500m と 3000m 滑ってるわけですよね。その体力的な影響はどこまであるか僕は読めません。27秒5。これは破格、27秒半ば、とんでもないタイムが出そうです。今までのスピードとちょっと1秒違うわけですよね。あれこれ、え、いや、しかしですね、あ、選手の方策、これはどちらかというとこれアウトスタートの方に付けに変えるわけですよね。だから本来今辻選手は譲って正解ですよね。早い。さあどうか、15秒台も届きそうだ。あーっと来た、1分14秒87、ラスト1周は29秒3周まとめてきました。すごいな、これちょっと小平選手、はい、これもしかしたらもしかしますよ。うん、これ